を聴取いたします後藤厚生労働大臣ただいま議題となりました医薬品・医療機器等の品質有効性および安全性の確保に等に関する法律等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由および内容の概要をご説明いたします。感染症に対する我が国の危機管理強化の観点から、緊急時において治療薬やワクチンをはじめとする 医薬品等を速やかに国民に届けるとともに、非接触型の医療提供を行うにあたり、必要となる処方箋の電子化を図ることにより、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある疾病の蔓延等による健康被害の拡大を防止することが必要です。こうした状況を踏まえ、緊急時に新たな医薬品等を速やかに薬事承認する仕組みを整備するとともに、 処方情報および調剤情報の即時的な一元管理を可能とする電子処方箋の仕組みを整備するため、この法律案を提出いたしました。以下、この法律案の内容につきまして、その概要をご説明いたします。第1に、緊急時において、国民の生命および健康に重大な影響を与える恐れがある疾病の蔓延等による健康被害の拡大を防止するため、 緊急に使用されることが必要な医薬品等について、当該医薬品等の使用以外に適当な方法がない場合に、安全性の確認を前提に、有効性が推定されたとき、その適正な使用の確保のために、必要な条件や、えー、期限を付した上で、迅速に薬事承認を与える仕組みを創設することとしています。第二にに薬局に対して 迅速に処方箋を伝達するとともに、重複投薬や併用禁忌の回避等による質の高い医療サービスの提供、医療機関や薬局、患者といった関係者間でのコミュニケーションの促進等を実現するため、医師等が電子処方箋を提供できる仕組みの創設、および社会保険診療報酬支払基金等が行う 電子処方箋関連業務に関する業務規定の整備等を行うこととしています。最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、交付の日としています。以上がこの法律案の提案の理由およびその内容の概要でございます。ご審議の上速やかに可決していただくことをお願いいたします。 以上で趣旨説明の聴取は終わりました。これより質疑に入ります。質疑のある方は順次、ご発言願います。